うしてあなたまで来るのよ。お前の使命も手伝ってやろうとしてるんじゃないか。だから秘密を話してくれたんだろ。相談するんじゃなかったわ。私のは使命じゃなくて魔王の復活を阻止したいだけなの。それにあなたに手伝ってもらってもゴーレムにキメラじゃ大騒ぎで見つかっちゃうわ。それ以前にバレたようだ。オパルネラが来る。どっちにしろ怒られるなら徹底抗戦と行こう。何バカなこと言ってるのよ。先生と戦えるわけないでしょ。大体叶うはずがないわ。そうかな。こっちは二人もいるんだし、不意をつけば追い返すぐらいはできそうだぜ。誰が悪いやつか知らないけど、魂の器を狙ってるやつより先に奪わないといけないんだろ。確かにマルガリタより先に手に入れないと。でも先生に喧嘩を売るなんてめちゃくちゃよ。バティド・バランタイン、すぐに魔法陣を解いて下がりなさい。処罰は覚悟するのね。リレブラウではないか。随分な新入生の挨拶ね。いずれにしても問題児だわ。シャルトリューズ先生の実験を邪魔するのは罰の対象にならないのですか、先生。何を。わかりました。いいでしょう。お前たちには今ここで処罰が必要なようです。先生を止めないと。
気を出さなきゃ。どうしたものかしら。
さなきゃ。大胆にね。
ったわよ。創造主様、どうしたものかしら。気を出さなきゃ。声に応えて、フェアリー。本気を出さなきゃ。慎重かつ大胆によね。創造主様、本気を出さなきゃ。私を呼んだ。慎重かつ大胆によね。私を呼んだ。本気を出さなきゃ。敵襲よ。私を呼んだ。どうしたものかしら。慎重かつ大胆によね。声に応えて。慎重かつ大胆によね。本気を出さなきゃ。理解しました。本気を出さなきゃ。
単によね。気を出さなきゃ。地獄の外は久しぶりだ。
私の魔法陣が、いいね、まだまだ負けてはいませんが、まだなんか出す気だぞ。そうはいくか。あ、おっと、ちょっとやりすぎだったか。やばい、オーパールネラ先生倒れちまった。どうなんだい、先生の具合は。エルフたちのおかげで大丈夫よ。今は眠ってる。命に別状がなくてよかったけど、私たち本当にひどい生徒だわ。不良よ。すまないな、リレー。俺のせいだ。後で俺から謝っておくよ。許してはくれないだろうけど。何言ってるのよ。私も同罪。もちろん一緒に謝るわ。こうして魂の器も持っていくんだし。なんだ君たち、先生はどこにいるんです？ハイラム、タイミング悪いなお前。いや、先生は無事だから大丈夫だからな。先生に何かあったのか？あいつ寝室へかけていったぞ。今のうちに逃げた方がいいかな。どう思う、リレー。逃がさないぞ。何をしたか話せ。そして二人ともしかるべき処罰を受けてもらう。当然受けるさ。だからな、落ち着けって。処罰とは別で僕個人は許せないぞ、バティド。いってって悪いって。いけすかない先生だけど、ちょっとやりすぎだった。反省してる。お前たち、先生と同じ目に合わせてやる。ミレも殴るってのかよ。しょうがねえ。悪いな。俺はグリモアを開いているよりこっちの方が得意なんだよ。大丈夫？俺を心配してくれんの？なんだ、ハイラムか。伸びてるだけだ、転がしとけ。バティド、ありがとう。ああ、そうだな。まあ、前向きに考えようぜ。二人とも気を失ったから時間を稼げそうだ。明日になったらガンメル先生に取り入って事態を収拾してもらおう。幾分かマシだ。とりあえずお前は誰にも見つからないよう、その魂の器を持って部屋に隠れてろよ。いいな。オパールネラ先生が目覚めなければ悪魔を倒す計画は実行されない。ギムレットがこのまま目覚めないなら刺激しない方がいいのかもしれない。計画自体も危険なものだったようだし、
これでよかったの？